こんばんは。今ちょっと雨が降り出しました。今日はお一方、お友達が来てもらってます。あ、ニワトリさんだ、そうか。もう一匹上へ帰っちゃってますね。今日雨でちょっと暗いのもあって、今日お昼には一つ卵あったんですけども、お友達の顔今映っちゃいましたか。ちょっとスピーカーの音がハウリング起こしそうだったんで、ボリュームをちょっとね下げてもらうのにミュートしてした間にちょっとお話ししたんですけども、その間にお顔が映っちゃったかもしれませんね。ちょっと雨が降ってきたんで、なんか入ってください。今日はパンをね持ってきていただいたんで、パンをあげてもらおうか。あげてください。やってください。鶏さんにも今日ちょっとね、雨が今降り出したんで、ちょっと外出れなくなっちゃったんで、この辺りでちょっと鶏さんとハグブッキーと見てやってください。さっきまで夕焼けもちょっと出てたんですけども、急に今雨が降り出ました。気温はだいたい今日はぬくいです。5度ぐらいはありますね。だから雨で雪になることはないと思います。ああすごいな、この子鳴らさんでも来た。鳴らさなか。おい、はい、来いよ。来た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 。今日はハクとブッキーに会いに、お友達が来てくれました。ちょっとちょうだい。はい、あげよう。早く帰ってる子やからな。初めて来ていただいた方です。
この子ね、特別タイプというか、早くお家に帰ってるいい子やから、この子だけ損したらかわいそうなんでね。いい子でしょ、この子先にいつも帰ってね、もっとくれって言うてますけどね。今日もこの山の中腹に仕掛けてある罠にアライグマがまたかかってました。一応ね、アライグマは特定外来生物なんで、どうするかっていうのはもう自然的に決まってるんですけども、この件には私は触れずにおきます。これ以上触れません。かわいすぎると言っていただいてますけどもね、やっぱり初対面で今日初めて白土武器はこの方にお会いしたんですけども、結構最初から喜んで、武器はやっぱり女性大好きでべったりでした。ガサガサっていう音はもうあちこちでしてますし、ここの動物をね全部捕まえるっていうこともありえないですから、やっぱりまだまだたくさんの生き物が山うろうろしてますし、縄張りの関係もあるんで、仮にまあ1匹いなくなったらまたそこに1匹入ってくるんでしょうね。どっか過密なところから移ってくると思うんで、分かって移ってくるというよりも、まあ、ずっと彼が移動してますから、移動してる時にここの主がいなければここを住処にするやつも出てくるでしょうね。ですから結局どこかで増えてどこかで減っても、またその分どっかから補充されるんでしょうね。まあ、それが山奥の中に人が取らないところにたくさんいるんですけども、人里に近いところで駆除するんで空くんで、空きが出るんで、また人里へ来るんでしょうね。結構ね、雨が降ってきてしまいましたね。結構ね、降ってるんですよ。見えますか？読めます？皆さんこんばんはと書いてありますよね。こんばんは。七ママさんがこんばんはって笑ってあります。はい、さて私は誰でしょう。
え快速急行さん、えって言うてはりますわ。ヒント、ヒント、ヒント。ヒントはノーヒントやな、これは。ね。今日参加してない人っていうふうに書いてる人がいてますけど。はい、123のどれでしょう。今日はいつもねチャット書き込んでいただいてる、今日も書き込んでた、はい、方です。いつもチャットにも参加していただいて、今日は昼からちょっと遊びに来ていただきました。突然決まったことなんで、ちょっとねハクとブッキーも突然のサプライズで喜んでます。おやつもいただいて、初対面からねすごくハクもブッキーも喜んでましたんでね、はい。ということでした。今日はお車でね遠くからわざわざ来ていただいて、昼からだったんでそんなに時間はね、まあ、長くないんで、ほらハク、そこでした、あかんやないの。なめこの上でおしっこしてしまいました。あ、もうみんな食べましたか、はい、生ボイス希望の方もいてますよ。まるちゃん何時間かかったってお聞きの方もいます。たまにはね今日こんなこともいいかなと思います。特に今日雨だったんでね、本当に外へ出れませんので、もう鶏さんも帰ろうとしてますしね、まだちょっと明るいんですけど、ハクも武器もやっぱり好きな方はすぐ分かるみたいで、最初からもうすごくね喜んで打ち解けて、いぶきはもうベターっとひっついて離れずに本当喜んでました。さっき一瞬顔が映ったかもしれませんけどね、あれはまあ私のミスとして許してください。もうねずっと甘えてひっついてね、私よりもねお友達のところへ一生懸命行って、別に食べ物持てなくてもすごく甘えてます。やっぱり生き物好きな人のそのオーラっていうんですかね、やっぱ分かるみたいで、結構最初の5秒10秒でその方がハクやブッキーのことを好きな方かどうかっていうのはすぐにこの子ら気がつくみたいで、あ、この人って私たちのところに来たんじゃないんだって分かったらすぐ離れますし、あんまりそこからは近づかなくなります。当然今日はそんなことないんで、もう最初からずっともう甘えて甘えて喜んでました。動物の勘だと思いますよ。やっぱり好きな人からは何て言うかね、視線とか、まあ、そういうもんなんでしょうけども、全て含めてそのオーラとかね、そんな表現でよく言いますけども、まあ全然ハクや武器のこと気にしてない方はやっぱりお客さんとして、オートバイのお客さんなんかも来られますから、中には嫌いなワンちゃん嫌いな方もいてますから、
まあ、そんな方は花から見向きもしませんからね。で、白夜ブッキーも最初ちょっと行きかけてやっぱりすぐ離れてきますから、そのあたりは分かるみたいですね。あれ、なんか様子がね、変ですね。なんかね、ちょっと様子が変です。今日はアライグマが取れて、漁師さんに電話してあげて、漁師さんはこのすぐ上にも今日は穴をかけて帰ったって言ってました。まさか今日今かけて今かかったということはないと思うんですけど、でもハクとブッキーはちょうどかけたところのあたりを見てますから、ひょっとしたらかかったのかな。今日ね、この上に罠をまた増設したらしいんです、漁師さんがね。今まではこの上の方に3つあったんですけども、この上にも獣道があるんで、そこにかけたみたいなんでね、ちょっとこの木の奥ぐらいだと思います。あかんよ、ハクハク、ああこれや、ここにおるわ。あかんよ、ハク。行かない行かない。これアライグマ。今日はかかった分かなと言うときますけど。あかんよ。一応ね、有害獣で、いろいろ規制があるんで、今日かかったやつとは私は言いませんけどもね。まあ、今日この上で取れたんでね、漁師さんがどうしたか私知りませんけども、ここにもアライグマがいます。これがいてるから、石みたいに見えてたんですけど、これがいてるからハグもブッキーもね、さっきから下から上見てたんですね。ブッキーおいで、ブッキーもおいで、ハグもおいで、ハグおいで、ハグハグもおいで、置いといたって、はい、置いといたって、はい、行こう、下降りて、あの子がね、罠にかかったことは私は言いませんけどもね、やっぱり罠にかかるとダメージもあるでしょうし、まあそういうこともあって罠から逃げてきたのかもしれませんね。あの子が私が見つけた子やとは言いませんよ。上ゆっくり上がりましょうか。あ、ハクさん尻尾の毛切ったって鋭いな。今日は、朝からちょっとね、足の手とかちょっと揃えました。今日はコートがうまいこと乾いたんでね、今日前日昨日おとついでコーム入れてブラッシングスプレー入れてよく乾いたんで、今日はちょっと朝から整えました。整いましたではないですけど、整えました。まあ、怪我しててもね、野生動物なんで手をかけれないですし、かけてはダメですし、かけたらおそらく私が怪我します。今日は残念ながら夕焼けがね、綺麗な夕焼けは見てもらえないんで、ちょっと残念ですけども、
またの機会で。尻尾の毛を言われると思わなかったな。今ちょっとまた雨ね、マシになってほとんど上がりました。ハクはアライグマが気になるんやな。ハク、そっち行かないよ。ハク、ハク、皆さんにね、心配してもらってたいぶきのね、体調、下痢ですけども、今日はもう普通の便に戻って、しかも回数も普段より1回今多いとこですけどもね、大体一日この子2回なんですけども、もう2回目済ましてしまいましたけど、ひょっとしたらもう1回するかもしれませんけど、もうほぼ戻りました。ハクはね、これ多分今日で6回目ぐらいちゃうかな。今肥料撒いてますけどね。まあしばらくね、生のレンコン、まあ、無理に食べさすこともないですから食べさせないですけど、しばらくどころかね、これも多分毎回同じことを繰り返してるんだと思います。生レンコン食べるたびに下痢してるような気がしますね。まだ手は若干気にしてます。特に下が砂利道とか行くとちょっとやっぱりまだ気にしてるんですけど、アスファルトの上だとかコンクリートの上だとあんまりもう気にならないみたいで、普通に走りますし、まあ、順番良くなっていくと思います。なんですよね。それ見てハクがまた焼きもち焼いてひっつくんですけどね。もうちょっとね、天気良かったらいいんですけどね。ちょっとまあ来ていただいた当時は日も差してて天気まあまあ良かったんですけど、ライブをし始める直前から急に雨降り出して、まあ、仕方ないですね、天気だけはね。もうじき5時ですね。よいしょ。いつもこういうふうに時報前で、おやきの方がこういうふうに流れるんで、今お越しの方がいつも時報2分前って言っていただいてるんですけどね。あくも行かない。アライグマ置いといてあげて な。まだ元気になって帰っていくから。寒くないと言ったら嘘になるんですよね。さっきちょっと雨にも濡れましたけど、でも風がないんでね、全然今寒くないですね。今日昼からは風強かったんですけども、早く行かないって。夕方から風がピタッと止まったんで、
今は寒くないですね。気温は多分 4,5 度ぐらいかな。はい、風ね、ほとんど本当にピタッと止まりましたね。今日は暗い5時ですね。右の方の山でもピカピカ光ってます。同じ赤いのが光ってます。下降りようか。こっち下降りよ。ハク、下降りよ。何一緒に行くの？今日は残念で、今はね、本当は綺麗な夕焼けが見えたらよかったんですけど、残念ながらこんな空です。それでも、ま、ちょっと山も一緒にね、歩けましたし。どこ行くの、ハク？ハクは左行って水かな、アライグマかな。ぶっちゃんは冷蔵庫。ぶっちゃんは冷蔵庫ですね。ゲップ今日まだしてないですね。ソーセージもらおうか。お願いします。
3分の1ちょうだい。もうちょっと少なくていい。あ、冷蔵庫の中のあげて、うん、そっち冷蔵庫の中のあげて、あ、じゃあ、お姉ちゃんもおいで、お姉ちゃんもおいで、うん、冷蔵庫なかった？冷蔵庫開けてくれていいよ、はい、ありますね、うん、今日あの私も初めてマルチーズさんにお会いしましたけども、チャットとかね時々文章でお会いはしてましたんで、なんかお互いそんなに初めてっていう堅苦しさもなく、まあ、特にあのハクトブッキーがねすごくすぐに打ち解けてくれるんで、まあ、それにつられて、まあ、私も普通にお話ができるんで助かります。もう行かないって吐く。行かない。行かない行かない。なんとか雨が上がってくれました。夕日はね、夕焼けはちょっと見えませんでしたけども、なんとか今雨が上がってくれたんで外出れます。はい、30分過ぎました。今日もね、白も時もちょっと濡れてしまいましたけども、これぐらいはね、しょっちゅう、まあ、濡れてますし、普段から川の中入ったりもしますし、今日も朝からちょっと水の中入ったりしたんですけども、これでもまあ割とすぐに乾いてくれます。大丈夫です。はい、パスポートな。ちゃんと決まったとこに
ってる。つるちゃんが一番端っこ。もうないよ。はい。じゃあ今日はここは閉めちゃいます。ハーク、もうそっとしといて。はい。なんで下降りましょうか。はい。よいしょ。よいしょ。電気消して。よいしょ。ここ持ってきたのみんなもろたやろな。しゃ、あく、あく、恥ずかしいよ。みんな見られてるよ。まあ吐く恥ずかしいからやめときやな。ブッキーな、僕も嫌やな。僕別にええか。あ、だからお父さん床屋に行ったんじゃないですけどね。行くタイミングはもうあれしかなかったんでだってもうお正月だし、あの31日は島根行く予定してますしそう、それは違うんですけどね。はい。まあちょっと違うけどなはい、違います、はっきり違います、きっぱりえっと今日もたくさん見に来ていただいてありがとうございます。今日10時の分は一応今日朝またちょっと歩いてきたので景色撮りながら歩きました。30分少々ですけども、またプレミア公開で私もチャットに参加しようかなと思ってますので、もし時間のある方は9時半以降チャットもできるようにしますので、9時35分ぐらいかな、またよかったら参加してくださいもう坊主に近いですけどね、髪の毛ないんでね、本当。またね、これであのトゲがまた刺さりやすくなったんで、また早く伸ばさんとあきません。ハク、ハクちょっとこっち来て、ハクこっち来て。はい、ブッキー、あーちょっとひっつきすぎや。はい、こっちが、ね、花垂れ小僧のいぶきくん、9歳、もうじきね10歳になります。こっちは今10歳、2月で11歳。年を取るとなぜか年を早く
進ませたくなるのはなぜでしょうね。80、90の人はできるだけ早く次の年を言おうとしますけど、そんなことないんですけども、もうじき11歳になってしまいます。今日も長い時間お付き合いありがとうございました。またね、あの国道171号線走ってたら豊野という看板ね見えますから、そこを上がってもらうと、そこからだいたい30分あったらこの下まで来れますから、そのまままた神戸の方へ向いて抜けることもできますから、もしよかったら寄れる方はね寄ってください。私これね寄っていただくと、もちろんまあ私も嬉しいんですけども、アグヤブッキーが普段と違う刺激を受けて喜んでくれますから、あのやっぱり脳の活性化にもつながると思ってますし、 何も簡単に言えば喜ぶ姿が見たいですからね、できるだけね何度も見たいです。だからまああの可能な方はね会いに来てやってください。元気なうちに会いに来てやってください。それはあのどちら様も条件整えば同じように対応させてもらいますんでね。こっち向いて座ってくれたらいいんですけどね、なぜか反対向いて座るんですよね、いつも。ちょっとねライトつけてると目が光っちゃうんですけどね。今ちょっと向こうでねガサガサちょっと音が聞こえたみたいで、ちょっと今気にしてましたね。今日は雨が降ったり曇ったりの、あまりいい条件ではありませんでしたけども、お友達も来ていただいて白土武器に触ってもらって、はい、また次の機会も来ていただきたいと思います。長い時間お付き合いありがとうございました。失礼します。はい、登場していただいたお友達もありがとうございました。